お疲れ様でした。お疲れ様です。こちらのメールが届いてますんで。お、金吾さん、マリエさんへだって。あ、嬉しいですね。あ、じゃあちょっと読んでみますよ。はい。金吾さん、マリエさん、こんにちは。お二人の噛み合いそうで噛み合わない会話がいつも楽しく、毎回番組から、ちょっと俺が噛んでるから。番組から目が離せませんと。ね、マリエちゃんは、TBS の情報番組、はい、王様のブランチでリポーターをやられてましたよね、はい、もう情報番組のプロですね。金吾さんは美味しい自然たっぷりの青森出身ということで、結構なグルメではないでしょうか、うん、ね、そこで質問なんですが、お料理の感想で、はい、お笑い芸人さんの本邪魔家の石塚さんが言う眉とかね、 あとオードリーの春日さん言うね、あのうましのように一言で気持ちを伝えられるような美味しいコメントはありませんか。鋭い切れ味のキャッチフレーズよろしくお願いします。元気よろしく岡本ひかり。なんとね、これね、はい、ちょいちょい、この番組の遊び場体験でリポーターやってくれてる岡本ひかりちゃんじゃないですか。ちゃんからお手紙が来ちゃったんですよ。もうついにスピンオフまでね、うん、進出ですよ。岡本ひかりちゃん、元気よろしく岡本ひかりっていうね。何それ。いや、それ今もう話題なんだから、もう、あ、うん、そういうキャッチフレーズがついてるの。もうついてる。必ずこうイエ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 イってやるから。ああ、かわいいね。そう、これやね、こうやってやるんだよね。へえ、うん、そうそう。まあ、食リポって本当難しそうだけどさ、マリエちゃんすごい難しい。どうなの、やっぱり。確かにね、さっき言ったみたいに、うん、うましとかさ、そう、まゆとか、うん、あと星三つですとか、いろいろあるけど、うんうん、すごい難しいね、表現って。食べ物に関しては。そうなんですよ、ね、なんか自分らしくこのほら表現しないといけないし、宝石箱やとかさ、わかりやすいですね。わかりやすい、うん、例えばまりえちゃん、爽やかハンバーグ食べたことある？ある。あるんだ。あるよ。ってことは、じゃあそれはそれをじゃあ思い出して、味を、それをなんかこうヒュッとこうほらこのカメラさんに向かって、うん、うん、はい、食べました、どうすればいいの？急に、だって急に振るから。だってそういうものって急に食べるもんだから。あ、伝わんなかった今。あ、おいしいんだろうな。分かったでしょ。静岡おでんは、あ、黒はんぺん。そう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 、黒はんぺん、うん、焼津といえばほら黒はんぺんね、うん、それ食べましたと。はい、おいしい。すごいね、うん、本当のなんかスピンオフっぽくなってきたね、これね。まあでもさ、ここで伝わった伝わった伝わった、食べたい、うんうん、それが大事だよね。そうなんです、うん、金吾さん、青森といえばそのメールにもありましたけど、いろいろ美味しいものがあるじゃないですか。ありますね、青森は。青森で、はい、まず私が初めて青森に遊びに行きます、うんうん、何を出してくれますか、おすすめですか。深浦町でいいですか。はい、今一押しがマグステ丼っていうのがあります。あ、すごい美味しそう。そう、じゃあそれどうやって食べるんですか。ツル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 わかめツル、まあ、はい、それをそれコマーシャルで表現、美味しい表現で言うと、はい、ひかりちゃん見ててチュル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 。いや、とにかくダメだそれダメだ。深浦もね、まずそういう海の幸、はい、ね、で山の幸もいっぱいありますから、ぜひ深浦に来て、はい、美味しい温泉、美味しい温泉じゃないや、気持ちのいいね、不老不死温泉なんかもありますからね。はい、はい、ぜひぜひ、はい、いいじゃないですか。もうどうですか、超えられたかしら。超えられた、宝石箱や、宝石箱、うまし、うんうん、俺のチュルチュルは結構いけたと思うけどね。おいしい。皆さん、ね、ぜひご家庭で使ってみてください。そんなわけで、さよなら。